おい、ことこ、おい、大丈夫か、おい、どいて。それからどうすんだよ。お前、分かってんだろうな。こいつが俺と結婚してること。コトコにちょっかい出すような気になるなよな。俺の方があんたよりずっとコトコのことを考えてやれ。あんたなんかよりずっと大事にしてやれる。上等じゃないか。でね、目が覚めたら心配そうに私を見つめる入江くんがいたの。いつもクールな入江くんだけど、あの時すごい優しげな目をしてて、たまには倒れてみるもんね。そういえばさ、あのイケメンって誰？イケメン？あれあれ、コトコ抱きかかえて走ってった男の人、うん、あー、ケイタ？同じ看護学科の鴨狩ケイタ。イケメンかな。まあ、コトコにとっては入江直樹が一番だと思うけど、でもさ、あのカモなんとかケイタっていう人の慌てを見たら、コトコのこと好きなのかなって一瞬思っちゃった。うわ、不倫だ不倫。ケイタが、ないなんだ、入江と揉めれば面白いと思ったのに。まあ、コトコがそんなにモテるわけないか。ですよね。ちょっと、どうしたの？リョウがね、来月夏休み取れたからグアム旅行行こうって。およかったじゃん。実は私も夏休み、奈良瀬くんのバンドのツアーに北海道までついてきます。嘘！いいなぁ。え、コトコは異例と夏休みどっか行かないの？あー、夏休みね。これがバリ島。それにワイハー、ワイハー、あのワイハーですよ。ワイハー知ってますか？あ、それに台湾でしょ、韓国にでしょ、おいしいグルメとエステショッピング。もちろん入江くん忙しいだろうから、国内とか近場でもいいよ。ねえ入江くん聞いてる？ねえ、二人きりの旅行なんて新婚旅行以来してないよ。ねえ入江くん、いいでしょ、夏休みだからね。お願いお願い。研究の状況次第だな。本当やったやったで、ね、やった。あ、入江くんと二人きり、あの暑い夜が再び。バカ野郎、心配しただろ。お前何考えてんだ。寝るぞ。ピッ。憧れてたあなたからの複雑なキス、いたずらなキス。
お前夏休みのグループ課題のこと忘れてねえか。やっぱすっかり抜け落ちてたな。ったくお前の頭は一つのことしか考えられねえのかよ。俺ら班でレポートまとめて出さなきゃいけねえだろ。でも量少ないし。これでもまだまだっていうわけなの。本当にごめんね、せっかくの夏休みの旅行楽しみにしてたのに。行きたかった。ごめんなさいね、行きたかったよね。それは残念ね、お兄ちゃん。お前が強引に旅行に行きたいって言っただけだろ。俺は行くと言った覚えはない。そうだけどさ、そんな言い方ないんじゃない。ことこちゃん、お兄ちゃんとの旅行プランいろいろ考えてたんだから。ま、せいぜいレポート頑張れよ。入江くんはショックじゃないんだ。旅行、私だけが楽しみにしてたの。そして1ヶ月後、看護学科1年目の夏休みが始まった。わあ、気持ちいい。夏はやっぱり避暑地だな。あー、緑のいい香り。入江くん来て来て。夏休み入江くんと旅行できるなんて夢みたい。レポート早く終わってよかったね。うん、入江くんと一緒に聞きたかったから人の何十倍も頑張ったんだよ。たく、お前のパワーには負けるよ。このままずっとこうしてたい。コトコ、入江くん、おい、やっと起きやがったな。ほらやるぞ。ケイタが何度も起こしてたのよ。私寝てた。入江くん、だってあんた夢の中にまで入江さんが出てくるのね。あー、夢か。ごめんごめん。そう、悲しいことに私たちは夏休みを返上して連日課題のレポートに勤しんでいたのです。はあ、疲れた。今日も私たち頑張ったね。こんな状況なのに誰かさんはのんきに寝てるし。よし、じゃああとはさっき分担した自分の担当のところそれぞれまとめていこうぜ。オッケー。じゃあ今日でみんなで集まるの終わり？そうだな。そっか。じゃあさ、みんなでパーって遊びに行かない？毎日レポートばっかでやんなっちゃってたし、打ち上げ的な。いいね。よし、行くか。じゃあ決まり。あれ、ともこちゃんは？ごめんなさい、私バイト。動画じゃバイトなんかしてるの？え、何のバイトしてんの？お花屋さんとか？ケーキ屋さん？それともウェイトレス？デパ地下で働いてるの。あのレジ？ううん、魚売り場。
じゃあ私そろそろ行かなきゃ。バイバイ。バイバイ。じゃあね。私たちもそろそろ行こっか。そうね。あ、じゃあボーリングとかは？私一応マイボール持ってくるわ。マイボール？あ、私お金ないんだった。下ろしてこなくちゃ。もとちゃん待って。追っかけるから校門で待ってて。はい。よし、じゃあ行きますか。校門はこっちだ、お前。あ、こっち？ああ、入江さん、この後みんなでサクッとご飯でも行こうって話になってるんですけど、よかったらどうですか？いや、俺はいい。そうだよな、入江は家で奥さんが手料理作って待ってんだもんな。羨ましい。外食より断然そっちの方がいいです。あ、俺も結婚して。残念です。入江さんとお酒を酌み交わしながら分子細胞生物学について話したかったのですが。それより入江さん、今日の一限で入江さんから見たら、ケータが上手くても次がね。ケータ忘れないでよ、負けたチームのおごりだからね。ああ、コトコ。はい。行け。はい。あの子指入れてないわよ。よいしょ。あのまま投げんのかな。大丈夫か。あ、任せて任せて、大丈夫よ。おい、危ねえな。冗談よ、冗談。大丈夫、大丈夫。大丈夫。ダメなの子。あれ、おかしいな。なんでだろう。お前、無駄に力入れすぎなんだよ。肩の力抜け。いいか、はい、まずは指を入れろ。そこから？こうやってボールを後ろに引き上げて、あとは力まずボールの重さに従ってスイングするだけ。ほう、簡単だろ。ほう、できないわ。よし、じゃあやってみろ。ほう、指入れろよ。はい、そうそうそう、いいよ。あー、当たった。あー、いらっしゃい。そうそう、いいじゃん。あとはさ、あのピンに向かって嫌なこととか思い出して思いっきり投げてみる。すっきりするぞ。嫌なこと？お前が強引に旅行に行きたいって言っただけだろ。俺は行くと言った覚えはない。一緒に旅行行きたかったよ。おー、あんな言い方しなくたって。いいじゃないか、私ばっかり好きで。ずるいよ。入江直樹、よし、ナイス。やっぱり家くんのパワーってすごい。ことこったら本当に入江さんにベタ惚れなのね。聞いてるこっちが恥ずかしくなるわ。負けてらんないわよ私たち。うん、ケイタやったよ。お疲れ。私たち優勝できるね。
さあ夢に向かって頑張ろう。琴子絶好調ね。やるでしょ。次は負けないか。任せてって言ったじゃないの。はい、ありがとう。ちょっと休憩したらすぐ次のゲーム始めるわよ。やるか。あ、元ちゃん、私に持ち方教えて。ついてらっしゃい。はい。ほら。あ、ありがとう。まず親指を抜く。はあ、なんか大声出したらすっきりした。だろ、はあ、でもお前なんか相当溜まってるみたいだな。最近入江とうまくいってないのか。いや、そういうわけではまああるんだけどね。入江くん最近忙しくて家でもすれ違いばっかりで、たまに会っても私の勘違いかもしれないんだけど、なんか冷たくて。お前さ、いつも入江に対して力みすぎなんだよ。肩の力抜けよな、リラックス。しょうがねえな。今日は俺がとことん相手してやっか。いいよ、ケイタの情けなんかいらないよ。いいからな。いやー、おごってもらって悪いよ。琴子がいるのに負けるなんて屈辱だわ。よし、じゃあカラオケにでも行くか。いいわね。今度はカラオケ対決ね。次こそ絶対勝ってやるんだから。じゃあ私はこの辺で。おい、お前逃げる気か。いや、一応人妻だし。この野郎返さねえぞ。受け負けは許さないわよ。そうよ。いや、返して。あ、でもこの子入江さんにご飯作んなきゃいけないのか。そうそう、そういうこと。それなのよ。だから返せ、お願い。いや、返してまずいだろ。たまにはね、パーッと行こうぜ。あれ看護学科の。あ、入江さんじゃない。そう、本当だ。入江くん、こんばんは。こんなとこで何してるの、入江くん。晩飯、医学科の連中と。そっか。マリナさん、こんなとこで会えるなんて、僕らはやはり双子虫のように離れられない運命なんですね。双子虫。はい、金魚のエラについている寄生虫です。出会ったやつで遺体になって、そのまま生涯を共に送るんです。ロマンティックですよね。お前ら助けろ。おかしいな、あの二人ね。イリエ君、あのね、私さっきみんなでボーリング行ってきたんだ。ボーリング。そう、私すごいんだよ。初めてなのに入江くんのこと考えながら投げてたら、バンバンストライク出しちゃって。あー、入江くんに見てほしかったな。入江、時間やばいからそろそろ行くぞ。じゃあ俺行くから。おい、そんな飲み会行く時間あるならもう少し奥さんのこと大事にしろよ。ちょっと琴子の気を引くのも大変だな。お前のおせっかいにはうんざりなんだよ。それはひどいよ、入江君。ケイタ私のために言ってくれたんだよ。私がへこんでるの知ってて。じゃあお前、鴨狩りと一緒に帰ればいいじゃねえか。お前のことずいぶんご心配らしいから。ひどい。どうしてそんなこと言うの、イレークのバカ。コトコ、追いかけないのか。あんたが行かないなら俺が行く。もう、琴ちゃん待ってよ。もういいな、もう早く。
入江くん、あんな意地悪なこと言うなんて。私はただ入江くんと一緒にいたかっただけなのに、私のこと嫌いになっちゃったの？おい、入江じゃねえよ。ごめんね、ケイタ。いろいろ嫌な思いさせちゃって。私たちのせいで全然関係ないのに。関係ないなんて、関係ないなんて言うなよ。あんなやつやめちまえ。お待たせ。おー、今日はね、ママ腕振るっちゃってチラシ寿司作ったのよ。わあ、僕の大好物だ。おお、美味しそうだな。奥さん、これはお店で出せるレベルですよ。いい、素人の料理をプロの方にお出しするなんて恥ずかしいんですけど。さあ、どうぞ。はい、いただきます。いただきます。イカがなんつってさあ、問題です。これは何でしょう。サーモン。さすが。ゆりちゃん、このイクラうますぎていくらでも食えるばい。一本取られたばい。ごちそうさま。あら、もういいの兄ちゃん。ああ、風呂入って寝るよ。ごちそうさま。あら、琴子ちゃんまで。少し夏バテ気味で。お父さん、ん？書斎少し使わせてもらってもいいですか？ん？もちろん構わんよ。すいません、夏休み明けに前期試験始まるんで。あら、じゃあお兄ちゃんと勉強すればいいじゃない。入江くん寝るって言ってたし。そんなの気にしなくたっていいのよ。でも邪魔したくないんで。じゃあ後で洗い物しますね。絶対変よ、あの二人。最近いつもこんな感じだし、はあ、どうしましょう。こうなったら離婚も時間の問題かもな。ゆうき、何言ってんの。夫婦喧嘩、犬も食わないっていうし、まあ、少し見守りましょうよ。そうね。大丈夫だってママ。直樹と琴子ちゃんを信じてあげよう。一体どうしたのかしら。菅野を橋。あ、今日。ダメだ、全然集中できない。どうしてもあの時の啓太の声が耳から離れなくて。あんなやつやめちまえ。やだ、
もうケイタったら冗談ばっか人妻をからかわないでよね。帰るぞ、送ってやるから。ありがとう。それから二人とも一言も喋れなかった。冗談にしても慰めにしても入江君以外の人に抱きしめられたことなんてなかったから、私パニクっちゃって。入江君とはあれ以来ほとんど口聞いてないな。なんとか仲直りしたいんだけど避けられてるみたいだし。考えても無駄無駄。よし寝よう。優しそうな寝顔、どうしてこんな風になっちゃったんだろう私たち。こんなに近くにいるのにキスもできないよ。そして長かった夏休みが終わり、いよいよ新学期。おはよう。なんだ元ちゃんか。何よ、会いたくない人でもいるわけ？別にそういうわけじゃ。あ、ケータ。あら。よう、久しぶり。久しぶり。琴子。はい、な、何？お前ちゃんと病態整理のとこまとめといただろうな。え？病態整理？まさかてめえやってないんじゃねえだろうな。分担してやるって言っただろ。よかった、いつも通りのケータで。やっぱりこの前の夜のことは冗談だったんだ。言ったんだよ。落ち着けって。あ、ちょっともう。唾液の消化酵素はアミラーゼ、胃液がパッペッペッペプシン、水液は、リパーゼ、トリプシン、トリプシン、なんだっけ、次やだね。うるさいな。だって覚えるの多いんだもん。大変なんだよ看護師さんになるのって。何が大変なんだよ、さっきから同じページばっかり大声で読んで。まだ覚えらんないのか。難しいの。お子ちゃまには分かんないだろうけど。唾液の消化酵素はアミラーゼ、胃液はペプシン、水液はリパーゼ、トリプシン、キモトリプシン、カルボキシペプチダーゼだろ。たく僕まで覚えちゃったじゃねえか、バーカ。琴子ちゃん、いつもに増して勉強に気合が入ってるわね。看護学科で初めての試験なんで、いい成績取りたいんです。でもなかなか覚えられなくて。そうなの？偉いわね。トリプシンやカルボキシペプチダーゼが何よ。琴子ちゃんなら絶対できるわ。しっかりね。ファイト。はい。本当はそれだけじゃない。
いい成績取って入江君に認められたい。そして仲直りするんだ。入江君。調べたいことがあるから。じゃあ今から朝ごはん急いで作るから待ってて。いらない。え？でも入江くん顔色あんまり良くない。行ってきます。頑張ろうね。私が何とかしなきゃ。では始めてください。あっという間に3日間の試験が終わった。あー終わった終わった。あー疲れた。どうだった琴子さん。まあ手応えはあったって感じかな。すごい。本当かよ。本当だってば。よーマリナさん。何なんかよ。覚えておいででしょうか、あの熱い約束を。なんだっけ。僕が入江さんを抜いてトップになったら僕と付き合ってくれるという約束ですよ。いや本気だったの。はい、僕はいつだって本気です。この夏休み一歩も外に出ずに猛勉強しました。で、夏さん試験の出来は。今日の試験手応えは十分でした。パーフェクトでした。僕は 99.9% 入江直樹に勝つ、そう確信しました。では入江さんはどこだ。大丈夫、入江君が負けるはずないから。そうよね。大丈夫とは思うけど一応入江さんに確認してみよう。試験の出来行くよ。早く。あ、あなた方も来たんですか。入江さん。どうでした試験は。試験、ああダメだった。入江さんがダメなわけないでしょ。冗談やめてください。いや今までにない最悪の出来。やったー、俺が一番だ。
ああ。どこか体調でも悪いの？熱は？もういいよ。大丈夫だから。じゃあな。あらら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 、ちょっとあんたたちギクシャクしてんじゃないの？喧嘩したとか？別に。でも入江さんのあの態度、コトコ嫌われてるんじゃないの？そんなことない。入江くんはただ疲れてるだけよ。映画とかどうですか？マリナには船津さんがいるし、ライバルがどんどん減っていくわ。だから違うってば。落ち着けよ。だってずっとこんな調子なのか。あの夜からもう1ヶ月近く経ってんだけど、俺が原因か？違うよ、ケイタは全然関係ないよ。だから関係ないなんて言うなって言っただろ。え？関係ないなんて。でもあの時言ったの冗談でしょ？冗談じゃないよ。俺あの時言ったこと本気だからな。啓太、そういうことだから。あんな冷たいやつのとこにいたって幸せなんかになれないんだよ。さっさと離婚しちゃえよ。もしかして入江のおばさん？おばさん？どうしたんですか？そんな格好して。ちょっと変装したつもりなんだけど。いやいや、逆に超目立ってますよ。そんなことよりね、二人ともこの子知らない？どっかで見たことあるような。お、あれじゃん、不倫の人。不倫？不倫人のこと言わないの。でもあの人なんかコトコのこと好きっぽそうじゃん。ぐっちゃくん。だってこの間もコトコ倒れた時、結束会で担いでってましたもん。そうなの？お名前は？確かなんとか系だけど、カモカリケータだったよな。カモカリケータ、どんな人なのかしら。さあ、あ、医学部の人に聞いてみましょうか。あ、そんな、あ、すいません。ちょっと伺ってもよろしいかしら。カモカリケータって、ご存知？看護学科の鴨狩啓太。あ、俺高校の時クラス一緒だったけど。どんな人、男気があって熱血でいいやつだよ。まあ嘘はつかないし、真面目だし、人の面倒よく見るし。あ、そう、とってもいい人そうね。どうもありがとう。の鴨狩り啓太か。危ない。すいません。鴨が。座りましょうか。こんな暑い中そんな格好でうろうろしてるから貧血になるんです。医務室行きましょう。いえ、大丈夫よ、少し休めば。そうですか。ではあまり無理しないように。気分が悪かったらあそこに医務室がありますから。じゃ
どうも、ありがとう。なんていい子なの。ダメよ、あんないい子相手じゃ冷血なお兄ちゃんなんて全然ダメよ。琴子ちゃんきっとあの人のところへ行っちゃうわ。また朝来てな。金之助、こっち終わりましたね。おうよ、そうそう閉めっか。もう閉めるのか。はいな、また明日来てな。イリエ、おー、ナオキ。あ、何食う？何でも言うてんかい。ほら、作るのはわしなんじゃ。簡単なのでいいよ。あ、竜田揚げ定食できる。めっちゃめんどくさいもん。キンちゃん、ナオキ、少々お待ちくださいナオキ。はいよ。金之助の作るもんむっちゃ美味しいですね。当たり前のこと抜かすな。うん、うまいな。そうでしょろ。私がいるから金之助張り切ってますね。何言っとんじゃんお前。仲いいんだな。わけあるかい。誰がこんなやつと。そりゃ、物が落ちて。くとことなおきだって、仲いいやんか。さあ、どうかな。今は、ダメかな。なんやねん、どういうこっちゃねん。お前、ことこ泣かせとんのか。っていうか、なんか、俺の調子が今一つ。なんや、お前、病気ちゃうか。医者の卵やろが、情けないの。別に病気じゃないけど、まあ夜は寝れないかな。じゃあ何や、何がどうやねん。自分でもわからない。なんで俺が琴子にああいう態度をとっているのか。あの鴨狩りってやつが琴子の前にうろうろしてから、なんか琴子を見ると妙にイライラする。お前ほんまに分からへんのか。何が。アホちゃうか。天才とか抜かしといて寝ぼけとんなよ。なんで俺に分からないことがお前に分かるんだよ。やきもちや。それはただのやきもちやろが。やきもち？俺が？まさか、お前じゃないんだから。アホか、それがそうなんじゃ。ええか、わしはな、お前のせいで6年もやきもちを焼き続けた大ベテランなんじゃ。その大ベテラン様が言うてるから間違いないわ。お前はことことその男にやきもち焼いとんのや。天才犯でも嫉妬に苦しむんやな。あ、ところでなんや、ことこに変な虫がつきまとってんのかいな。一発焼き入れたらなあかんな。金之助、私にも焼き餅焼いてえんで。アホかった。金ちゃん、焼こう。そんな餅焼かへん。半袖だったシャツが長袖に変わったのに、入江君と私の関係はあの夏の日のまま。入江君。Thank you.
琴子、どうだったの試験の結果。ずいぶん自信あったようだし。もったぐらい見せなさいよ。なにこれ、51点、36点、48点、平均43点。やめとけよ。もういいじゃないの。ほら、ありがとう、ケント。お前よくもこんな点取って自信満々で入れたもんだな。こんな点数で看護師になれると思ってんのか。お祓いでも行こうかな。え？最近全然いいことないんだよね。入江とまだ仲直りできてないの？うん、テストでいい成績取って入江くんに褒めてもらって仲直りするきっかけになればなと思ったんだけど、それもダメだった。きっかけね。こういう時どうしたらいいんだろうね、さとみ。どうしたの、さとみ、大丈夫？あ、私みたいにケーキ食べ過ぎた？もしかして虹？そうなの、私できちゃったみたい。妊娠検査薬で調べたんだけどね。どうするの？りょうくんは知ってんの？なんて結婚しようって。うそ、結婚。子供も産んでくれって。順番逆になっちゃったけどね。もう今時そんなの普通普通。さとみおめでとう。おめでとう。ありがとう。で、式はいつやの？安定期に入ったらしようかって話してるの。そっか、さとみがママか。琴子もさ、早く入江直樹と仲直りして作っちゃいなさいよ。もう夫婦揃って結婚式来てよ。そうね。まあ、さとみちゃんが素敵ね。結婚に赤ちゃん。お祝いしなくちゃね。はい、出産予定日は来年の6月頃なんですって。まあ、きっとさとみちゃんに似た可愛い女の子ね。早く琴子ちゃんもお兄ちゃんと。こればっかりはねえ。お母さん本当に赤ちゃん欲しいんだろうな。でも私たち最近キスもしてないんです。でもね、琴子ちゃん、人の幸せは移るって言うから、きっと琴子ちゃんにも近いうちいいことがあると思うわ。お母さん、ありがとうございます。よし。入江くん、あのね、ちょっといい？何？あのね、すごいニュースなの。さとみがね、なんと
りょうくんと結婚するんだってしかもお腹の中には赤ちゃんがいるの。へえ、よかったな。うん、それでね、安定期に入ったら式あげるんだって。入江くんと一緒に出席してって、さとみが。ああ、さとみの結婚式ってどんな感じなんだろうね。楽しみだね。私はウェディングドレスだったけど、さとみは白むくも似合いそう。ああ、いいね結婚式。あんな幸せなことなら何回やってもいいよね私ももう一回やりたいななんてね話ってそれだけ？うん、ごめんね、勉強のお邪魔して。琴子、何すんだよ。おい琴子、やめろ。何してんだ。こんなの違う、こんなの違うんだから。もう嫌だ、入江くんが私のこと見てくれないなんてもう嫌。私のことなんて入江くんはどうだっていいでしょ。私が何したってどうしたって。ケイさん、私のこと好きだって言ってくれた。あんな冷たいやつやめとけって。入江くんは私のこと好きじゃなくなったでしょ。うん、違う、最初から好きじゃなかったでしょ。落ち着け。なんで、なんで、なんで私なんかと結婚したの。私ばっかり、私ばっかりすごく好きで、もう嫌。琴子、琴子ちゃん、どうしたの。ね、どこ行くの。ね、琴子ちゃん。自分が一番怖くて聞けなかったことを、でもずっと心のどこかでいつも思っていたことを言ってしまった。自分でピリオドを打ってしまった。私たちもうおしまいなの。I'm not afraid to die.
俺んとこ来るか。再テスト行いましょう。お前さ、何のために看護師になりてんの。我は心より医師を助け、我が手に託されたる。人々の幸のために身を捧げ。あなた男ね。ダメよ。私の夢。入江くんがお医者さんになるから、そのお手伝いがしたいの。入江くん、聞こえる？